キーチ93式重爆撃機93式重爆撃機1型93式重爆撃機は1930年代中期の大日本帝国陸軍の爆撃機、基番号はキーチ、略称、故障は93式重爆、93重爆など、開発、製造は三菱重工業、1932年4月に陸軍は、 旧式化してきた87式重爆撃機の後継機となる新型重爆撃機の試作を三菱に指示した。三菱ではドイツから輸入したユンカース K37 双発系爆撃機をベースにこれを大型化する形で1933年3月に試作第1号機を完成させた。低翼単用の全金属製の双発機でユンカース製の特徴である波板外犯を 採用していた。主脚は固定式であった。エンジンは700馬力の三菱 B-1 を搭載する予定だったが、開発が間に合わず、試作1号機のみイギリスから輸入したロールス、ロイスバザードエンジンを搭載していた。飛行審査の結果いくつかの問題点は指摘された。ものの、新型重爆撃機導入が急務だった陸軍の事情により、 同年11月に93式重爆撃機として正式採用された。部隊配備された機体は、エンジンの故障や冷却水、油漏れ、ブレーキの不調のほか、エンジンの出力不足により走発機にもかかわらず、片減飛行ができないなどのことから事故が多発した。また、低速で鈍重な機体だったため、現場での評判は芳しくなかった。このため、機体全体に大改造を行い、 性能向上を図ることになった。主な改修点は、エンジンを改良型に換装操縦席周りを中心とした風防の形状改良、膠着装置を短脚中形式とし、エンジンカバーと一体化し成形した車輪カバーを採用したことなどだった。これらの改修により、速度性能や後続性能にわずかながら向上が見られたため、1935年に93、 式銃重爆撃機二型として正式採用された。それまでの生産型は九十三四重爆撃機一型と故障されることになった。しかし二型でも欠点は根本的には解決されておらず、実戦部隊からの評判は悪いままであった。 本機の部隊配備は1934年春から開始されていたが、ウイジンは1937年7月に勃発したシナ事変で7月26日に6機が爆撃を行った。その後、陸軍機として初めて5 0 0ラム爆弾を使用するなど、各地で使用された。しかし、エンジントラブルにより、稼働率は低く、性能的にも旧式化が目立ってきたため、 より高性能な新型爆撃機を望む声が強まってきた。これらのことから、機21試作機にメドがついた1936年には本機は製造中止となった。総生産数は118機であった。しかし97式重爆が十分に配備されるまでには期間が必要だったため、ドイツからハインケル HE111 の輸入が望まれたものの、ドイツ軍部の反対で実現せず、 イタリアからフィアット BR20 を輸入して当座をしのぐことになった。第一戦から退いた本機は各地の航空学校で練習爆撃機として用いられた1型燃ゆる大空練習機として用いられた93式重爆撃機が撮影に使用されている。ありがとうございます。